福音主義は、キリスト教の用語で、対別して、以下二つの異なる意味を持つ。ドイツ語、イヴァンジェリスッチ英語、イヴァンジェリカリザム、イヴァンジェリックル、ドイツ語、イヴァンジェロキャリズマス、イヴァンジェロクル福音主義は、古代ギリシア語、イプシロンアルファガンマガンマラムダイオタニュウ、すなわち、福音に由来しており、ドイツ語圏では一般に、イヴァンジェリスッチイコール、福音のという形容詞で用いられる。 ドイツ語圏において、イヴァンジェリスッチは、主として、マルティン・ルターあるいはジャン・カルバンの教えに基づく、福音主義教会を指す故障である。伝統的に、福音主義教会と呼ばれるのは、16世紀宗教改革以来の伝統を持ち、ドイツにおいては、州政府に公認され、主流派の地位を築いた宗教会であり、教派としてはルター派教会と改革派教会に分けられる。 ルター派と改革派が合同して一つの福音主義宗教会を形成する場合もある。その合同派宗教会は、ドイツでは福音主義合同教会に属している。その場合、各個教会が自教派の伝統に従った礼拝と教義を保持しながら合同している。ドイツのすべての宗教会は、ドイツ福音主義教会に加盟している。また、宗教会とは別に独立した。 福音主義の自由協会も存在している。現代では語義が広がり、ドイツ人の信教諸教派の信徒が自身の信仰を示すとき、プロテスタントではなく、イヴァンジェリスッチという語を用いる。ルター派教会、改革派教会、福音主義合同教会に属している大部分の信徒たちは、イヴァンジェリスッチという語だけで信仰を示す。ルター派であっても改革派であっても、 ヴァンジェリスチの一言で済まませてしまうドイツでは、教会税申告時に所属教会を登録するが、ローマカトリック教会、福音主義教会をはじめ、州によっては復古カトリック教会なども含まれる、いくつかの選択肢から選択することになっている。その際、ドイツ福音主義教会に加盟している教会の信徒の場合、プロテスタント、ルター派、改革派等という名称は使われず、 福音主義の略語である EV を選択することとなっている。また、教会税の選択次いではあるが、福音主義自由教会連合には、16世紀宗教改革において、非主流派として排斥されたアナバプテストの一派であるメノナイトや、英国、米国発祥の比較的新しい、プロテスタント教派であるメソジスト、バプテスト等も含まれている。宗教改革者、 マルティン・ルターは、福音、福音のという概念を、使徒・パウロのガラテヤの信徒への手紙一章七節に習って用いた。その際ルターは、福音をイエス・キリストへの信仰によってのみ救われるという指針に結びつけている。福音主義はルターにとって、キリスト教会そのものであった。なぜなら、キリスト教会は、イエスの指針を宣教するからである。しかしながら、ルター派のと、 福音のという語を特定教派の名称として使用することについて、ルター本人は忌避した。宗教改革の進展の中で、福音主義という語が教派を示す意味を持つようになった。ベスト・ファーレン条約締結後の1653年以降になると公的な名称として、マルティン・ルターの流れを組む、福音・ルター派教会及び、ツビングリ派の一部とジャンカルバンの流れを組む、 改革派協会という名称も認知され始めた。1817年にルター派と改革派の協会合同によって成立したプロイセン福音主義協会において、福音主義のという語が合同協会を包括的に示すものとして使われた。さらに、現代のドイツ語圏において、福音主義のという語は、ルター派協会、改革派協会と、その2杯の合同協会以外にも、 米国、英国を中心とするメソジスト、バプテスト等、いわゆるプロテスタント諸教派の自由教会に対しても使われている。そのような講義の福音主義教会への所属を示すものとしても、福音主義のという語が使われている。プロテスタントという語も存在するが、個人の信仰を表明する場合にはあまり用いられない。プロテスタントという語は、ルター派教会、 改革派協会等という特定の教派ではなく、抗議の宗教改革に立脚する協会全体を指す。自由主義が支配的だった19世紀後半から20世紀初めのドイツにおいてプロテスタントという語は現在よりも積極的に使われていた。しかし、現代ドイツにおいてプロテスタントという語は福音主義と同じ意味で使われる場合もあるが、そうではなく、 教会政治において革新的路線を支持する人物、また、それとは反対の立場である保守派が、プロテスタントという語を用いて、自らの立場を表明することもある。近年のドイツの福音主義教会では、自由主義の影響が強く、教会の人事等でも進歩派が強い地域が多い。この進歩派優勢の状況に不満を持つ、教会内の保守派、 あるいは旧新派が集会を開催する場合に主流の進歩派に抗するプロテスタント運動と称することが多いのである。教会政治における主流派に抗する革新派、保守派の両対局集団がプロテスタントという名称を用いることを好むので、プロテスタントという語は現代ドイツでは政治的色彩を帯び続けている。宗教改革の教会は 福音主義という名称を用いることで、聖書のみを転居にする立場を明確にする。古代の正統派協会が採択した、信仰告白や教情は定められた協議として認められているが、首都恐怖文書のような伝承は単に歴史的に価値のある伝承としてのみに用いている。ドイツ語圏において、福音主義という呼称は、新しい概念、福音派とは区別する必要がある。 福音派を指すドイツ語のイヴァンジェロクルは英語のイヴァンジェリックルから来ている。しかし、英語のイヴァンジェリックルも元々はドイツ語のイヴァンジェリスチと同義語であったため、英語からの逆輸入を減ることで語義の乖離が生じている。ルッター派内のムーブメントである経験主義などを端緒として近現代の米国、英国を中心に流星したこの大きな流れは、 イバンジェロクルという語で頻繁に表現されているそこでの信仰姿勢においては聖書信仰と個人の経験差が重きを成している福音派キリスト者とキリスト教根本主義は信仰理解が類似しており性倫理についての見解などに関してドイツ国内ではその両者間で大きな違いは生じていないドイツにおいて福音派は 新山の自由教会だけでなく、在来のドイツ福音主義教会に属する宗教界の内部にも存在している。いわゆる福音派を指すことが多い英語のイーバンジェリックルも、語源はドイツ語圏におけるイヴァンジェリスッチと同じく福音的という意味だが、近現代においては、プロテスタントのうち特に、米国、英国をはじめとする英語圏を中心に勃興、流星した神学的、 社会的に保守派、原理主義的なグループを指す名称として新しく生まれた概念語儀である。ここで言う、保守派とは伝統的という意味ではなく、むしろ礼拝様式などの文化的要素に関しては、従来の教派に見られる伝統性を不順で、究極的なものとみなして否定し、簡素化、現代化する傾向が強い。 福音派の立場日本福音同盟所代理事長の伊豆田明は自由主義に対しての福音主義、エキュメニカル派に対しての福音派と定義した。福音派の自己認識は自らは福音主義であり、福音派だというものである。日本キリスト教協議会やそれに加盟する日本キリスト教団等はエキュメニズム推進派であり、福音派の立場からは福音主義的ではないとみなされている。 エキュメニカル派に分類される日本キリスト教団は、公式にはプロテスタント合同主義を掲げるが、教団内部には、教会派と社会派の対立がある。エキュメニカル派との対立概念である、福音派においては、教会派と社会派の対立はエキュメニカル派内部の問題と考えられており、比較的には、福音派と近い面がある、教会派も福音派とはみなされていない。 リベラル派、エキメニカル派の立場プロテスタント諸教派の信仰は、もともと広く、福音主義という名称で語られてきた歴史がある。よって、福音主義という語は、いわゆる、福音派の先輩特許ではないとする見方がある。例えば、アメリカ福音ルター派協会も、世界協会協議会に加盟するエキメニカル派に、分類され、強いリベラル傾向を持つが、イーバンジェリックル、すなわち、 福音主義のという意味の名称を持っている。聖書のみが宗教改革者マルティンルターやジャン・カルバンらの原理であったが、プロテスタント諸教派がすべてこの原理を厳密に解釈、適用しているわけではない。早くも16世紀宗教改革当時にルター派の基本理念をまとめたアウクスブルク信仰告白においても第15条教会の儀式について福音に反しない。 限りにおいて、古くからの教会の益となる伝統は守られるべきで、あると宣言されている。また、抗議のプロテスタントに含まれることもある。聖公会は、聖書、伝統、理性の三本柱を信仰の基盤とする。そして、近現代の自由主義神学派や、新政党主義神学派は、福音派が根本原理とする聖書信仰に対して懐疑的、否定的である。 しかし、それらの教派、学派も、自らの立場を、福音主義あるいは、福音的であると自認する場合がある。他方、いわゆる福音派も、様々な教義的、歴史的背景を持つ、プロテスタント諸教派にまたがるムーブメントであるため、実際には、必ずしも一枚岩ではなく、様々な見解の違いや温度差がある。また、自由主義進学やエキメニズムに対して否定的であり、 聖書信仰を軸とするプロテスタント保守派であっても、それがすなわち福音派というわけではない。米国に拠点を置くルター派の一派であるミズーリシノットやウィスコンシンシノットなどは、思想的には保守的で福音派と共通する面が多いが、礼拝様式などの面ではむしろ改革派の影響を受けたドイツのルター派よりも伝統的であり、福音派のグループとは距離を置いている。 ありがとうございます。